どうも皆さんこんにちは、みずるです。今日もすごいの持ってきました。持ってきましたっていうか、昨日と同じリスナーさんからリークされて、教えていただいて、ちょっとぜひ紹介してくださいよみたいな、検証して紹介してよみたいな感じで言っていただけてですね、本当にもう感謝します。ありがとうございます。マジすごい。自分もね、結構見てるんですけど、全然見つけられなかった。こんなの皆さん知ってる方いますか？これ今日のとんでもないですよ。本当にやっていきましょうか。まずお見せします。今回使うものは風の賢者チューリとの盟約、そして弓、何でも OK なんですけど、1本背中にね、背負っておく必要があります。実際にやっていきましょう。通常の飛ぶのと、それを使った時飛ぶのを比較していきたいんですけど、で実際にこの祠の前から飛んでみて、市から村の方に飛んでみて、どれぐらい飛ぶかっていうのを、若干誤差はあるかもしれないんですけど、そんな誤差をね、何も払拭してくれるぐらい差が出るので、おそらくちょっと雑比較ですけどやっていきますね。ひとまず今は何もしてないです。チューリの、風を使わずにひとまずやったバージョンの到着地点と、使った場面の到着地点、そしてグリッチを使った場面の到着地点、それぞれ見ていきます。さあ、最初何もしてない状態で到着地点がこの木の前あたりですね。さあ、続きまして前からチューリをじゃあ一度だけ使って飛んでみます。やっていきます。使うタイミングはおどこで使っても一緒なんだけど、初動でかけてしまいますね。さあ、この状態で実際飛んでいくと、今同じ木の場面でね、あの方向に向かって進んでいる感じなんですけど、このエノキダのやつ可愛いんだよね。さあ、もうこの時点でおそらくさっきのよりは奥に行くのが分かるんじゃないかなと思います。実際ね、検証とかしたことなかったんですけど、これを考えるとチューリの1回のブーストで結構飛べるっていうのがよく分かると思います。この上としときましょうか。これより実際前に行くので、多分この辺までは行くと思うんだけど、今の感じちょっといい感じに引っかかっちゃったんで、操作ミスです、申し訳ない。ただね、こんなとこ余裕で越えてくるので、まあ、ここに引っかかりましたよの印にしときますね。はい、さっきのね、マークで言うと、この木の裏だったので、結構明確な差がついたのがわかると思います。次ですね、じゃあグリッチやってみましょう。さあ、いざやっていくんですけど、弓必要でしたね。弓と盟約だけ必要になります。ちょっと実際やっていきますね。ここから同じように飛んでいきます。まず、チューリで、あ、直ってない。まあ、どっからでもいいんだけど、チューリでブーストします。もうここでわかるでしょ、やばいのが。飛んだ位置ずれてたってぐらい変わってんの分かります？もうここで足ついてたんですよ。このままじゃあちょっと飛ばせるとこまで飛ばすけど、まあ、誤差、私人間が操作してるので正確な比較にはなってないんですけど、何もしない時から比べてこの町1個分反対まで飛べてしまってます。でかつこの修理あり1回のみの時から比べて、今回グリッチを使用した場合ここまで飛べてます。これやばくない？で多分今のってそんなに成功してないと思う。さあ、ということでですね、距離の比較大体ですけど結構差が出ますよというのが分かったところで、紹介していきます。こちらのやり方がですね、まずこの弓を先ほど装備しますよと言ったんですけど、装備してバレットタイムを使います。バレットタイムっていうのは、この射撃タイム、何狙う時間、日本で何て言うんだろう、空中で射撃するときに止まるじゃないですか、あれを使うんだけど、タイミングが結構重要かなと思うんだけど、飛んだとき実際チューリをどのタイミングでも使っていいんですけど、飛ぶ、パラセール開く、行くぞ、で風を出してもらった瞬間に弓を構えます。でこの時間中にこのパラセールを開くと、海外の方の言い分では2回やった方がいいですよっていうので、書いてあるんですけど、とりあえずまた1回で来てみました。1回の時点でもおそらく、チューリを使ったタイミング遅かったにもかかわらず、しっかりとこの記録を更新することができていると思います。でさっきのは2回使った状態なんですよ。でちょっとタイミングがだいぶずれてるので、本当にこうちょっとした指標にしかならないんですけど、1回でもしっかり伸びてるのが分かると思います。
これをじゃあ推奨の2回でやってみたいと思います。さあ今度はですね、2回ブーストしていこうよって話で、しっかりとタイミングも測っていい具合に飛ばしていきたいと思います。最長どれぐらい飛ぶのか、目指すはですね、1から村の奥まで行けたらでかいなと思ってるので、そこを目指していきますね。これ多分結構うまくいってると思う。これ距離が下に落ちてないの分かります？マジで落ちてないと思う。でここでちょっと遅くなったの体感分かるかな。その途中まで一切リンクが下に落ちていかなかったのが分かるかな。これね、多分それれば下までいけるわ。ほらちょっとセコー、これずるやばくないこれ。普段だったら手前で足ついてるわけだから、足つかなかったんでね、セーフってことにしてくださいよ。これやばくない普通に。はい、ちょっと実際にね、じゃあどれぐらい飛べるのかっていうのを中流を無制限仕様で、あそこまで飛んでみようかな。結構な距離あると思うんだけど、だいぶない？ここって多分なんか飛行機とかその他もろもろ工夫して飛ぶとこだと思うんですけど、まあ、通常で飛んでいくとちょっと届くか分かんないけど、雲邪魔だなこれ。じゃあちょっと切れたタイミングでマッピングしますわ。はい、切れた。ここで切れました。このぐらいの距離感で切れました。だいぶだよね。これ埋めれたらやばくないってことで、また同じ場所からスタートしていきます。さあさあさあ、先ほどここから飛んだので、今回はグリッチを駆使して飛んでいきます。ではやっていきましょう。使える？君いけるよね。いきます。はい、もう星が見えてきた。星でもう落ちてたのよ。星でもうさっき落ちたんだよ俺。まだスタミナゲージ1周分あるんだけど、しかも高度も全然足りる。これは革命だ。すごすぎるよ。はい、やばくない？高度余裕なんだけど、スタミナも多分1周分ぐらい違うんじゃないかこれ。はい、ということで、とりゃー、いやすごすぎる。はい、ということでですね、今回検証してみたんですけど、結構分かりやすく比較できたんじゃないかなと思ってるんですけど、いかがでしょうか。参考になればぜひ高評価よろしくお願いします。モチベにつながっております。いや本当に教えてくださった方ありがとうございます。それではね、また次回の方でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。はい、最後の検証です。弓を引く時の引き絞りでどれぐらい変わるのかっていうのと、3回以上やった時どれぐらい差が出るかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。ちょっと倍速になるかもしれないんですけど、やっていきます。もう明らかに違うの分かるよねちゃんと引き絞った方が高度が上がります。加速してるのが分かるかな。ちょっと状態が起き上がってる感じしません？2回ですんごい飛べちゃうんだから。はい、って感じでここまでやってきましたよと。はい、同じようでね、3回でやっていきます。
はい、最後ね、またちょっと全然違った感じで検証してみたんですけど、分かったこととしては、上体を起こせるしっかりと引き絞ったバージョンの方が飛距離が伸びるタイミングが多いです。ただ2回3回やった時に全部引き起こすってよりかは、最初の状態を引き起こして2回目は加速させるっていうイメージで、ちょっとタイミングをずらしてあげるとこんな感じで距離が伸びます。もしかしたらね、もうちょっとタイミングうまくしたら結構伸びるかもしれないので、おのおのね、楽しみつつ楽しんでみてください。